ゆいかちゃんって何か髪の悩みあるんですか？はい、ダメージがすごくて、宿毛矯正やってるんですけど、またこんなに広がっちゃうんです。あー、確かに広がってるね。パサパサだもんね。はい、そんなゆいかちゃんにはね、アルガンオイル、これをつけると本当にサラサラになるから。そうですか。このアルガンオイルの使い方をちょっと今から説明しますね。はい、お願いします。まず毎朝あの髪の毛をちょっと濡らしていただいて、こういうふうに簡単でいいんですけど、髪の毛濡らします、はい、でその後に、このアルガンオイルを2プッシュで、濡れた髪の毛に、このようになじましてください。あとは乾かすだけ。簡単ですね。もうこれで簡単に極サラになるから、で、表面からこのようにつけてください。で、この時にもっと気になる毛先のパサつき、ここにもっともっとつけてもらえれば本当にサラサラになるんで、今まだ全然乾かしてないけど、ちょっと触ってみて。サラサラ、まだつけてるだけでこんなにサラサラなんですね、で、乾かすともっとサラサラになる。サラサラになったっていう。ちょっと触ってみて。こんなに変わるんですね。そうそうそう。はい、完成。すごい、すごくサラサラ、程よくしっとりしてますね。うん。ではアルガンオイルが導く9つの効果、これを説明しますね、まずはしなやかな指通りに導く、すごくサラサラになってるでしょ。はい。で、もう一つ、次は仕上がりに重さを感じさせない。こういうオイルを使うことによって今までベタつくとかそういう経験はなかったですか？毛先がやっぱりちょっとベタついた感じになってました。そうですよね。オイルを嫌がる人っていうのはどうしてもそういう重さが気になる。でもこのアルガンオイルは、軽く仕上げてくれる、そういう商品です。あとは、紫外線、特に女性の方だったらここの対処力がすごい、そういう紫外線ってどうしてもこう髪の毛のダメージにつながる。やっぱり夏場とかだとそういう経験ありますよね、それもこのアルガンオイルの成分でちゃんと防いでくれる。次に、髪に浸透し失われた水分を復元させます。これどういうことか分かりますか？サラサラだけじゃなくしっとりってことですか？そうなんですよ。どうしても髪の毛っていうのは乾燥しがちなので、あの水分を補給するっていう役割も含まれてますね。で、乾燥とかダメージヘア、そこにあの栄養素を与えて髪の修復につなげる、使えば使うほどどんどん髪の毛がきれいになっていく、そういうイメージを持ってください、はい、あとは男性にもおすすめです。匂いの原因のもとを断ち切る、実際僕も使ってるんですけど。そうなんですか。あの男性って頭皮の匂い、髪の毛の匂いすごく気になるんですよ。特に女性とお話しするときってすごく気になるんですけど、こういうアルガンオイルを使うことによってその男性の匂いも少し防いでいく、そういう商品になってます。すごいですね。はい、では次に髪のブロー時間を削減できる。どうですか？すごく助かります乾かすのすごくね、はい、面倒くさいっていうか、ブロンドなんで時間がかかってしまうんですよね、はい、そうですよね。それがアルガンオイルをつけることによって普通に乾かすだけで艶髪、サラ髪に生まれ変わる。あとはカラーした色の退色を防ぐ。これはどういうことかというと髪の毛の内部で、カラーは発色するんですけど、それを表面をコーティングする、
アルガンオイルでコーティングすることによって体が出ていくのを防いでくれる。それによって退色を防ぐっていうことになってます。あとは、くせ毛や枝毛を抑える。枝毛も2つに分かれるんですけど、オイル効果によって一つにまとまってで修復されてどんどん綺麗な髪の毛に生まれ変わっていく商品になってます。モデルのお仕事上髪の毛が痛みすぎて困ってます。そんなしほこちゃんにはこれリーブインコンディショナー。どんな成分が入ってるんですか？たくさん成分は入ってるんですけど、その中でもパンテノールっていう成分がすごくいいんですよ。パンテノール、パンテノール、これはね、髪の毛の内部に働きかけて柔らかくかつ弾力のある髪の毛に変える。でプラスアルファ、髪の毛がダメージにつながる、そういうブローとかコテとかそういう熱からも髪の毛を守ってくれる。そうなんだ。どうやって使うんですか？これはね、ブローローションとして使ってください。ブローをするときに振る、コテを巻くときに振るっていうので使ってもらえればすごく使いやすいと思います。で、この液体の、成分なんですけど、髪の毛を保護しながら巻き髪とかブローとかで傷みやすくなってる髪の毛に対して働きかける成分がたくさん入ってるんですよ。ではちょっとつけていきますね。では今からリーブインコンディショナーの使い方の説明をいたします。まず3つのパネルに取っていただいてリーブインコンディショナーを振りかけてください。3つのパネルに分けていただいて2回ずつ振ってください。で、大体これぐらい使っても2ヶ月、1ヶ月半か2ヶ月ぐらいは持ちますのですごくいいと思います。あとはこの液体を髪の毛になじましてあげてください。ほら、もうこの段階でツヤは出てますよね。あと弾力もすごくあります。あとはいつも通り巻いてください。で、この際いつも通り巻くんですが、コテのこの熱でキューティクルが整って熱の効果でリーブインコンディショナーの成分が中に閉じ込められますので傷みにくい状態になります。もうね、今巻いた後なんですけどちょっと触り比べてみてください。あ、こっちがもう全然サラサラです。サラサラでしょ。ちょっと弾力もあるよね。はい、ありますね。